こんばんは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトバージョン 1.16.40 のバグについて紹介いたします。なお今回のバグはバージョン 1.16.40 以前からのバグもある可能性もあり、それが使用の可能性もあります。その点はご了承ください。そして視聴者様からコメント欄やツイッターなどにたくさんのバグ報告のコメントをいただきました。皆様本当にありがとうございます。それでは早速紹介していきましょう。はい、統合版マインクラフトバージョン 1.16.40 のバグ報告会3を行います。まずはゾンビにエフェクトコマンドでインスタントヘルスをしてもダメージが入りません。回復のスプラッシュポーションを与えるとダメージが入るゾンビ系ですが、コマンドだと効果はないようです。回復もしませんでした。ダメージのスプラッシュポーションでもゾンビ系は回復しますが、インスタントダメージをゾンビに与えるとこちらは回復します。わけがわかりませんね。インスタントヘルスでゾンビにもダメージが入るようにしてほしいですね。続いて NPC のテキストコマンドがうまくいかないときがあるようです。セイコマンドやミーコマンドなどのテキスト系のコマンドを選択肢に設定して実行すると実行しませんでした。しかし NPC のスキンを適当に変えて実行するとなぜかちゃんと実行されます。1回目に設定したときに実行されないのはバグですね。これは直ってほしいですね。前回紹介したソウルスピードのバグで、糸を床にしたカーペットの上にソウルソイルに乗ってから走るとソウルスピードの速さで走ることができますが、なんと足場でも行けます。設置のしやすさで言うと足場の方が設置しやすくていいですね。もちろん足場の時も耐久度は減りません。ソウルスピードバグを使った高速移動ロードが作れそうですね。ただし足場の高さが2マス以上あると元に戻ってしまいます。1マスだけだと大丈夫です。さらに階段状にしてもソウルスピードは続きます。こちらも前回紹介しましたが、データ付きのチェストを設置するとラージチェストにはならず、片方は開いて回収しても回収できなかったバグがありましたが、クローンコマンドでも同じようなことができます。クローンコマンドを使うときは気をつけましょう。続いて実績画面が未だに英語のままで日本語になりません。そろそろ直ってほしいんですがね。一体いつ治るのでしょうか。 2P の分割画面で 1P がベッドで寝るとプレイヤーの向きがおかしくベッドからはみ出ます。はみ出してるし足元に枕を置くなど、なんとも寝相が悪いですね。疲れすぎて寝る場所を間違えています。しかし 2P がベッドで寝るとこちらは寝相がいいですね。 1P は忙しいですからね。続いてインベントリのレシピ検索欄で検索して閉じてまた開くとそのままになります。前に検索したものがリセットされないということですが、これは使用の可能性もありますね。レシピ検索してまた作りたいときにそのまま残っていればすぐに作れますからね。私はこのままでいいかと思います。コマンドブロック付きのトロッコを壊すとコマンドブロックは落とさずトロッコしか落としません。これはコマンドブロックを他の人に渡さないようにするための配慮かと思います。 OP 権限を持っている人しか使えないので、コマンドブロックが落ちても他の人には使えないので、あえて落とさないようにしているのではないでしょうか。これは使用の可能性があるかと思います。続いて NPC に砂利や砂を落とすとアイテム化します。 NPC は石頭のようです。実は最強のモブかもしれません。プレイヤーでも頭では壊せません。 NPC 恐るべし。まずリピートのコマンドブロックにこのようにエクスキュートでディテクトで砂を設定し、エフェクトで暗視を入れます。このコマンドの内容は砂の上に乗ると5秒間暗視が入るというコマンドです。そしてマルチプレイでプレイヤーを招待しオーバーワールドにいるようにします。そしてネザーへ行き、とある場所へ行くと地面が砂でないのになぜか暗視が入ります。これは今ネザーにいる場所がオーバーワールドでは木の下がちょうど砂だからです。ネザーにいてもオーバーワールドの同じ座標の地面に砂があるとネザーでもその効果を得るようです。これはバグなのか仕様なのかわからないですね。続いてボーダーブロックの上にサバイバルモードでハーフブロックを置くとこのように弾かれるように黒くなる演出があります。階段ブロックやフルブロックだと黒くなる演出はありませんが、なぜかハーフブロックはあるようです。なぜハーフブロックだけなのかわかりませんね。続いてオームを肩に乗せているときに左上にあるプレイヤーを見るとオームがくるくる回っております。明らかにこれはバグですね。
いつもより多く回っております。そしてオウムを肩に乗せたままネザーゲートをくぐろうとしても、ネザーには行けないバグもあるようです。まさかのオウムバグがありました。続いて火の炎症をオフにして火を出します。この状態では燃え移ることはありません。そして火の炎症をオンにします。すると先ほどオフの時に出した火がオンにしても燃え移りませんでした。これはバグの可能性が高いですね。火が出ていてオンに変わったら燃え移るようにしてほしいですね。続いてワールドに入ってスタートボタンを押すと、プロフィールのところがちょこっとだけはみ出ています。これはスイッチの日本語のフォントが大きくてはみ出てしまったのでしょう。これは仕方ないのかな。でも直ってほしいですね。以上、現場からでした。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.16.40 のバグ報告会3でした。まだまだバグがあるようですね。治りそうなバグやそのまま仕様になりそうなバグまでなんかありそうですね。こちらのバグはスイッチ版、旧 PE のスマホ版、旧 Win 10版の PC、Xbox One 版、PS4 版にもあるバグです。中には特定のプラットフォームだけのバグもいくつか含まれております。それでは、良い一日を。